そう、ずいぶん手間取っちまったぜ。はい、それでは APX はご覧の価格で落札といたします。しまった、遅かったか。落札された商品はこちらの台に移しておきますので、落札された方は後ほどこちらまでお願いいたします。なんだって、じゃあまだチャンスはある。では次に参ります。今度の品物は、セシリアの地に伝わってきた秘宝、デザイアキューブです。おー、あれがデザイアキューブ。あの中にその秘宝以上の宝物があるというのか。何のつもりだ一体。デザイアキューブは私のもの、他の誰にも渡しなどしない。おい、まさか力ずくで奪い返すつもりかよ。逃げろ。待て、 APX はまだ横の台の上にあるはず。ひょっとして今なら手に入れられる。言っておくが、爆弾は今の一発だけじゃないぞ。この付近一帯を吹き飛ばせる高性能爆弾を仕掛けている。時間はあと3分、早く逃げた方がいいぞ。なんだってこの付近一帯。待て、もしかしたら会場をパニックにするための嘘かもしれねえ。デザイアキューブ、確かに返してもらったぞ。だがもし本当に爆弾が仕掛けられているとしたら、そうだ、隣のビルにいるランたちも危ねえじゃねえか。そう、一体どうすれば。よし、こうなったら俺が爆弾を探して解除してやるぜ。セーブするかい？ちょっと待っててくれ。どのファイルにする？セーブするぜ。終わったぜ。ん？ここは？人の気配はないようだぜ。下に降りてみるか。おい、ちょっと待て。まさかこれ全部が爆弾なんて言うんじゃ。くそ、早く止めねえと俺もランたちも吹っ飛んじまうぜ。だが起爆装置は、このパソコンか。
なるほど、パスワードの数字を入力すればいいようだな。だがそのパスワードは一体？くそ、間違えた。どうやら黄色は他の位置で正解の数字のようだぜ。くそ、マジやばいぜ。早くしないと時間が。くそ、やばいぜ。早くしないと時間が。くそ、間違えた。やばいぜ、早くしないと時間が。くそ、間違えた。やばいぜ、早くしないと時間が。くそ、間違え、やばいぜ、早くしないと時間が。間違えた。やばいぜ、早くしないと時間が。くそ、間違えた。やばいぜ、早くしないと時間が。マジ、やばいぜ、早くしないと時間が。はあ、危なかったぜ。だがガムランのやつ、この先何をしでかすかわかんねえ。きっと美佐子さんから無理やりにでもキューブの秘密を聞き出すつもりだぜ。とすると早くランたちにホテルから出るように連絡しねえとな。よし、俺もすぐにここから脱出だ。何のためにお前を奴に近づけさせたか分かってんのか？え？この声はウォッカ？ということは。まったく、
オークションがここまでぶち壊されるとはな。やっぱりな。ジンも嫌がる。兄貴、この女どうするんですか。決まってるさ。組織の決まりに従ってもらう。女？そんな。私はただの連絡員なのに。あれは秘書のケイト。まさか彼女も黒の組織の一味と言いたいところだな。生き延びるチャンスをやろう。今すぐガムランとその関係者を闇に葬る。そういうことね。そうだ、この銃を貸してやる。しくじるなよ。わかったわ。おそらくガムランはミサコさんのところへ向かったはず。ってことは早くランたちに連絡しねえとやばいぜ。
やばいぜ、早くしないと時間が。確かランのやつ、携帯電話を持っていたな。頼む、繋がってくれ。はい、もしもし。ラン、俺だ、新一だ。新一、ねえ、今どこなの？そんなことはどうでもいいから、すぐそこから逃げるんだ。いきなりどういうこと？ああ、実はずっとある事件を追ってるんだが、それにガムラン大臣も関係していることが分かったんだ。とにかくそこにいるのは危険だ。俺の言うことを信じて逃げてくれ。うん、分かったわ。だが待てよ、途中でガムランやケイトに会ったらまずい。どうやって脱出させればいいんだ。エレベーターはダメだ、非常階段を使え。それから近くに遊園地があるはずだから、そこへ逃げ込め。いいな。分かったわ、行きましょう。お父さん、美佐子さん、